スイカゲームがイチゴだけになったよ。イチゴだけに？イチゴだ。っていうかイチゴがリアルすぎじゃない？まあいいか、落としていくか。またイチゴか。まあイチゴだけになったんだから当然か。じゃあこれで進化だ。あれ進化しないんだけど。なんでだよ。そりゃイチゴの品種が違うからね。品種とかあんのかよ。ただイチゴくっつければいいだけじゃないの？じゃあ次のイチゴは？これは右のやつと一緒かな。よし進化してくれたぞ。だけど何番目が何番目になったのかよくわからんな。食べてみなきゃどの品種かわかんないよね。食べなくてもわかるようにしといてよ。これはどれと一緒かな。全部似ててわかりにくいな。多分真ん中のやつと一緒か。落としてみよう。ああ違ったみたいだ。ほんとわかりにくいから。これはどれと一緒だ。右のやつと一緒か。じゃあここに落としていこう。急に白いの、急に白いのになったよ。カビが生えちゃったのかな。そういう品種でしょ。なんとかうまく進化させてきたぞ。これで一気に進化だ。だけど何番目に進化したのかよくわからんな。食べてみなきゃわからないよね。食べなくてもわかるようにしといてくれよ。あれ急に練乳出てきたんだけど、美味しく食べろってこと？これでどうなんの？一気にスイカになったんだけど、何なんだこのチートは。最高だよね。最悪だよ。今までの頑張り何だったんだよ。こんなの適当に落としまくって。あー来てくれた練乳、ただただこれをぶっかければいいだけじゃないか。全然楽しくない。チャンネル登録よろしくお願いします。